タレントの関口宏が31日に司会を務める TBS 系サンデーモーニングを降板しました。関口は1987年10月4日の放送開始以来、約37年間にわたって司会を務めてきましたが、昨年10月20日に TBS は今年3月いっぱいでの降板を発表していました。最後の出演となった31日の放送では、関口は通常通りの挨拶で番組をスタートし、今日のこの放送をもちまして私担当のサンデーモーニングは終了となります。36年と6ヶ月でございます。長い間ありがとうございましたと視聴者へ感謝の言葉を述べました。また後任の全部アナを紹介し握手を交わしました。最後に私は今日で消えますと笑顔で述べ、ありがとうございました、長い時間、まだ時間ありますか、あと10何秒でございますかと話すと、出演者からの拍手とともに番組は終了しました。関口は4月から BS、TBS の新番組関口宏のこの千ドルなるで司会を務める予定です。